果たして実力日本一は誰か。優勝戦第9レース1号艇安部がインをキープ。スタート。進入はインから安部、高辻、石黒、古川、小林、他の1マーク。トップスタートを切った4コース古川が内3艇を豪快にまくり切ってトップで旋回。その外を小林は全速でつけまい古川に迫る。1マークの攻防をもう一度。バックストレッチ、快調に水に乗る古川、猛然と追い上げる小林。2マーク、トップ古川に小林が豪快なつけまい。しかし外に大きく流れた。そのうちを石黒刺して2位に浮上。ここで古川ダッシュ一発、ホームストレッチを駆け抜ける。2周1マーク、古川慎重にトップで旋回。ここで思わぬアクシデント。スピードに乗った小林が石黒に並びかけ3度目のつけまい。しかしハンドルが入りすぎ、風に煽られて転覆。そのうちを安部が鋭く切り込み2位に浮上。トップ古川後ろを見る余裕すら見せて独走態勢へ。2周2マーク、トップ古川冷静に旋回。バックで伸びた石黒のインに狙い通りの差しを決めて安部が最後の力を振り絞り追走。今季スタートダッシュの冴える古川は縦へにつけ入る隙を与えず独走。リッグ初優勝を飾った。